メントについて話をしていきましょう。飼育環境が様々な園館が集まっているので、いろいろな工夫などがあるかと思いますが、よかったらですね、いろんなお話聞けたらなと思います。それではですね、まず最初、エンリッチメントについてですね、池田動物園、よろしくお願いします。はい、ですね、先ほど徳島さんが、生きた土壌の方を与えているというお話だったんですけど、当園でも生きた土壌の方を与えています。最初、エンリッチメントの一環として、うちでは小さいプラケースを用意しています。このプラケースの中は、土壌を入れているんですけど、フェンス越しにカワウソに、プラケースを与えて、プラケースの反対側に穴を開けています。その穴はそのカワウソが、手を出して、それぐらいのちっちゃな穴を開けているんですけど、そういってカワウソたちが、土壌を手で捕まえて食べる、ところをお客さんにも見てもらいながら、できるだけ採食時間を延ばして、カワウソたちの、刺激になるような、エンリッチメントを行っております。以上です。ありがとうございます。こちらに関して何か聞きたいこととかある園館さんいますか？徳島動物園さんお願い。土壌についてなんですけど、土壌は、どこで購入とか飼育とか、どこでやってるのかなっていうふうに気になって。土壌は購入したものを使っております。そうですね、やっぱり、どうぞ。ちょっと関係ないかもしれないですけど、後ほど多分動画が出ると思うんですけど、土壌と一緒に、土壌だけ入れてると、やっぱり彼らも慣れてきてしまって、どんどん、採食時間が短くなっていって、刺激が足りなくなってしまうので、最近はゴルフボールなども一緒に入れて、より難しい、高難易度な、エンリッチメントにできるような工夫をしてます。ありがとうございます。ゴルフボールとか、そういうのは全然発想になかったので、参考になります。ありがとうございます。ちなみに、その手当たり次第に土壌を食べているカワウソたちの様子っていうのは、いつ見れたりするんですか？そうですね、展示時間中の、お昼頃に与えていますので、お客様も見ることができますし、そういったイベントも行っておりますので、そうですね、お客様も僕らも見ながら、その場でお客さんに解説しながら与えてます。ありがとうございます。カワウソのあれですね、指先が器用なことがよく分かりやすいように、分かりやすいというか、カワウソの指先の器用さを利用したエンリッチメントということでいいでしょうか。そうですね、はい。ありがとうございます。続いてですね、エンリッチメント聞いていこうかなと思うのが、鳥羽水族館の方ですね、お願いします。はい、鳥羽水族館の方では、できるだけ多くの餌の種類を与えるといったようなことをしています。水族館なので魚が中心とはなってくるんですけども、それ以外にも、ささみとかそういった肉系のもの、あとはもうサプリメント的なものを与えるようにしています。その他ですと、やっぱりちょっとハズバンダリトレーニングですね。その個体に合った、体重測定なり採血トレーニングなりっていうことを、やはりそれが得意な子あまり好きじゃない子っていうのがいるので、個体によってっていう形になりますけども、その個体その子に合わせてのトレーニングを行う。あとはもう寝小屋の工夫、鳥羽水族館では外、屋外飼育になりますので、冬とかはやはり寒いですので、寝室はまたヒーター入れたり、表の方にもちょっと小屋を設置して、その小屋の方に敷き込みヒーター入れたりっていうような環境を整えるっていうことを行っています。以上です。ありがとうございます。
最初に話題になったの、さまざまな餌の種類っていうのはですね、魚の種類っていうのは、でどのような魚の種類与えてるんでしょうか。はい、現在はアジ、シシャモ、スプラット、あのニシンのちっちゃいやつですね、スプラット、まあ、こういったものをあげてます。他にも、まあ、サンマとか好みな子がいたときはサンマとかっていうのもあげてたときもありますし、っていったような状態です。ありがとうございます。やっぱり魚の種類が豊富だなと思いました。なんか他の園館の方でそういった、まあ、餌の種類とかですね、お話があればよかったら聞ければなと思うんですけど、そういった工夫とかされているところっていうのはあったりしますか？ないということで。ですね。先ほど鳥羽水族館の方ですね、ハズバンダリートレーニングっていう話があったかと思うんですが、事前にですね、お話聞いているところで、徳島動物園の方でも、そういったこと、行われているということで、エンリッチメントとしてのですね、お話いただければなと思うんですけど、徳島動物園の方ですね、エンリッチメント、どのようなことされてますでしょうか。はい、エンリッチメントについては、体重測定やおもちゃの設置などを行っています。で動画では翔くんが体重計に乗ってる様子なんですけど、翔くんも体重計が、餌をもらえる場所というふうに認識してもらって、手回りと体重計を奪う、合うくらいにはもう体重計に積極的に乗ってくれるようになりましたね。今体重が 3.8 キロくらいなんですけど、で手回りちゃんがもともとトレーニングされている個体なので、体重計の上に乗って待てもできるくらいで、顔の前で指先などを前に置いて待てって言うと鼻をくっつけてこういうふうに待ってくれていますね。で次の動画が、子どもたちにも、ご飯あげてもらっている様子なんですけど、最初手まりが来たばかりはもうお客さんが見に来るだけでもなかなか怯えていて臆病な性格だったんですけど、今では、こういうふうにお客さんからご飯をもらったりして、お客さんのことが気になって自らわざわざ近づいてきてくれたりもするようになっていますね。でおもちゃなどは、竹のおもちゃを設置していて、穴が開いていて衝撃を与えると餌が落ちてくるっていう風になっていて、ただ、おもちゃ類に関しては手回りばっかりが遊んでいて、翔くんはあんまり興味を示さないんですよね。で暑い日には氷なんかもあげていて、手回りが、これも手回りなんですけど、プールの中にわざわざ運んで一緒に氷と一緒に泳いでいたり、は噛みついていたりと楽しそうに遊んでいますね。翔くんは一応興味は持つんだけど知らんぷりで通り過ぎていくっていう感じで、こんな感じですね。はい、以上です。ありがとうございます。途中の動画の竹筒ですね、竹筒で多分手まりちゃんが遊んでたかと思うんですけど、あれの中って何か入ってたりするんですか？あ、そうですね、ペレットを入れていて、簡単に穴だけ開けているんですけど、ペレット同士が詰まってすぐには落ちないので、手回りがジャンプして叩いたりするとポトッと落ちていくので、意外といい感じに楽しそうに遊んでくれていますね。簡単な作りですが。ちなみにそれは手が入らないようなサイズなんですけど、サイズなんですかね。一応入りはしますね。ただ、それなりの高さがありますので、空中に浮いた状態なのでぶら下がったりなどはなかなか難しいですかね。隣にあった部位などに、よじ登ったりして噛みついたりすることもありますけど、勢いよく振り落とされたりして楽しそうに遊んでいますね。ありがとうございます。すぐにご飯が食べれないような工夫っていうのもですね、菜食時間を延ばす、最初に池田動物園のお話もあった通り、菜食時間を延ばすということもエンリッチメントの一つとしての取り組みでもありますね。とでは他のですね、エンリッチメントのお話をですね、徳山動物園お願いします。言えるものではないんですけれども、
今の新しくオープンした令和3年11月にオープンしたその展示場には当初本物の植栽をこう全部植えていたんですよね。なんですけれども、まあ、そのカワウソを、まあ、入れたそのタイミングがちょっとまあ植栽が定着するまでにちょっと時間が短かったのもあるのかもしれないんですけれども、まあ、全部引っこ抜かれてしまいまして、まあ、結局今は下一本生えない状態になってしまっています。で、まあ、何度かその後もこう新しく植えたりとかこう試みたりはしたんですけれども、まあ、今のところはまあ、飼育員全体、全勝という形で、まあ、ちょっと、もう、勝負にならないな、というふうに思っています。ありがとうございます。すごく身に覚えのある話だなと思って聞いてたんですけど、常盤動物園の方、どうですか？はい、覚えがありすぎます。うちが、ボンネットモンキーと同居してるって言ったと思うんですけれども、その展示場が大きな岩を組んで、まあ、隙間が、たくさんあるような展示場だったりするので、その隙間にこう板とか丸太とかを差し込んでカワウソが入ったりしないようにしてたりとか、あとはまあ植栽もたくさん植わってたりしたんですけれども、そういったものをボンネットモンキーが抜いて遊んでしまうので、抜いた植栽もで抜いた植栽で遊んだりもしますし、あと岩の隙間を詰めてた丸太をボンネットモンキーが抜いたら当然隙間ができてしまうので、その隙間の中にここいいねぐらやんみたいな感じでカワウソが入っててなかなか出てこないっていうことも多かったりするので、カワウソ的には多分その展示場の中もう全部が遊び場みたいな感じでいろんなことができて楽しいとは思うんですけれども、こちらとしてはなかなか帰ってきてくれなかったりとか、どこにいるのかわからない状態になったりするので、ちょっとそこら辺はちょっとボネットモンキーとの連携プレイやめてくれとは思うんですけれど、まあ、そんな感じでいろんな行動をしてうちでは遊んだりしてますね。ありがとうございます。まあ、常盤動物園ですね、まあ、先ほども言った通り展示場の方にいろんな植栽がありまして、まあ、他の園館と違ってですね、我々が手を加えてエンリッチメントをしているという感じではなくても勝手にエンリッチメントになっているといったところがあってですね、いろんな園館さんのエンリッチメントの飼育環境の工夫とかですね、お話聞けて面白いなと思いました。はい、じゃあこれでですね、エンリッチメントについてのお話の方を終わりたいと思います。ありがとうございました。